こんにちは、まるです。今日は、さっきに、これは試作で作ったセーターなんですけども、こちらの、ちょっと最初に編み方というよりは、こういう、ここのつなげ方があるよっていうような紹介の動画を先に撮れたらいいなと思ってこちらを撮らせていただいております。で、まず準備するものが、この編んだ糸ですね。こちら、この糸と、それからハサミ、そして、まあ、こういう曲がってるタイプのやつでもいいですし、まっすぐタイプでもどちらでも構わないんですけども、とじ針、それから本当はね、ちょっとガシッと挟めるタイプのクリップの方がいいんですけど、ちょっと手元にないので段数マーカー、こういうマーカーがあると便利です。で、クリップの方はこのサイドがね、こうくるくるってなってるので、それをこういう感じで端っこと端っこをこういう風にパチッと止めておけば縫いやすいので、その時に使えたらなと思うので、初めてやる方は時に、初めてやられる方は特にクリップを用意されている方がいいんじゃないかなと思います。で、この段数マーカーはなんで使うかっていうと、この袖なんですけども、この糸が出てるところを真上にして半分に折ります。で、半分に折ったら、この真ん中、対照的な部分ですね、対照的な目にこういう風に印をつけておくと、こう袖なので片方は前身ごろにつけて片方は後ろ身ごろにつけるっていう感じになるので、こういう印をつけていないと、この辺まで進んできた時にちょっと縫いすぎたりとかが私はあったので、こういう風に目印を最近はつけるようにしています。で、どこからやってもいいと思うんですけど、私はだいたい今左半分、画面から見て左半分は全く縫い付けてない状態で、右半分は全部縫い付けた状態になっています。で、だいたい私が縫い付けるときは、ここの肩の部分を縫い付けるか、もしくはここの袖の前身頃と袖半分を、ここを縫い付けて、で、その後に後ろ身頃と袖の残り半分を縫い付ける、ここをやってしまえば、もうあとはこの前身頃と後ろ身頃を剥ぎ合わせるだけになるので、だいぶ楽になるかなと思います。で、まず
たを。縫い付けたいので、糸を通して適当な長さで切ります。で、この角っこですね。この角っこと、この角っこを合わせるような感覚でやっていってもらえたらと思います。ちょっとアップにしてみます。で、まずどうやるかというと、まず一番最初に端っこに両方なんですけど糸を通しておきます。端っこは糸処理できる分だけ置いておきます。で、こういう状態です。ここが肩になるとしたら、こういう風にこういう風にします。で、まずここの2つ、この V の字になってると思うんですけど、この伏せ止めをしたすぐ一番近くの上2本をすくいます。で、次こっち側、もう反対の方のこの伏せ止めのすぐ近くの2本を取ります。で、これを繰り返していきます。今ここの2本をすくったので、次の2本をすくいます。そして次は今さっきここをすくっているので、次の2本をすくいます。で、こういう風にこっちの2本、こっちの2本っていうのをすくうと、こう縦にしたときに、このまま編んできたみたいに綺麗に目が見えます。なので、肩の部分はこのような形で、隣の2本。ちょっと変な風に交差しちゃいました。ごめんなさい。で、次は向かい側の生地から2本すくって、で、この時に緩すぎてもあんまり良くないし、こうギューッとしすぎてもあんまり良くないので、この目の幅と一緒になるぐらいに調節されるのが一番いいんじゃないかなと思います。で、これを続けてやっていきます。こういう感じですね。
はい、これね、剥ぎ合わせができました。で、裏側はこういった感じになってます。で、続いてこの袖の部分、袖の残しておいた糸に針を通して、これもどっちからこの袖と前身頃と後ろ身頃どちらからでもいいんですけども、この糸の始まりがこの一番上に来るようにして、で、こういった感じで刺してつなげておきます。これで一番上同士がつながりました。で、今回は先ほどと違うのは、目がこう向きになっているのとこう向きになっているのですね。上向きになっている目と横向きになっている目。で、この場合はどうしたらいいのかっていうと、まず横向きになっている方の、先ほどやったみたいにこの2本をまずすくいます。次はちょっと見えにくいんですけど、この一番端のこの表編みの目があると思うんですけど、ここにこうすると渡り糸、この横になっている糸があるので、そこに針を通します。そしてこれも引き締めすぎないように気をつけてください。で、次また次の2目を拾います。そしてこっちはここのここですね、この横になっているところ、ここを縫い合わせていきます。横になっている方は上から2本取って、で、左の方はこの渡っている糸を取って、で、糸を引き締めます。こういう感じですね。
こういう感じになります。で、今回はちょっとダイジェストということで、ちょっと微妙な位置での説明になるんですけど、もう一つやり方が違う閉じ方があります。それがこの表目がありますよね。そことここ、今ここでやっていたこの横の渡り糸をすくうって言っていた場所同士をすくいます。この ここに表編みがあったら、この間に糸があります。で、もう片方にも間に横向きにこう糸があるので、そこ同士をすくいます。で、次はその下のこの渡っている糸、ここもすぐ下の渡っている胴、渡っている糸同士を引っ張ります。で、これを繰り返していきます。で、もうちょっと何箇所か行きますね。今やっているやり方はモグラグラブとかそういうのにも使えるので、このやり方は一番使い勝手がいいかもしれないです。で、こういう感じで今ビローンってなってるんですけど、それをぎゅーっと引っ張るとこのように、あれ？隙間なんかあった？みたいな、それぐらい綺麗に閉じれます。で、裏を見るとこういう感じになっています。で、ここのは今は全然違う場所にあったので、このままピュッて引き抜いたらこういう感じで取れます。で、またこの縫い付け方は、次回からこの色じゃなくってこちらの色でまず編み方の説明をしていきたいと思いますので、こちらでセーターの各パーツを皆さんと一緒に編んでいってから、最後に皆さんでこう閉じていって完成させていきたいなと思います。なので今回はまず作り出す前にちょっとした予習のような感じで
できたらいいなと思って動画を撮らせていただきました。で、できたらこういう感じで肩と袖と前身ごろ後ろ身ごろここがとじはぎができたら完成になります。なので3種類のとじ方を今回はやるっていうことだけ頭に入れておいてもらえたらなと思います。で、またこれが編み終わった時にとじはぎの説明もちゃんとゆっくりやりたいと思ってますので、ちょっと今のを見て逆に心配になられた方とかも安心していただけたらなと思います。で、私のセーターの編み方はだいたいいつもなんですけど、編み図が読めなくって自分の服に合わせて作ったりとか、まあ、編み方とかも割と適当に作っているので、ちゃんとしたものが作りたいっていう、もうカチッと何目で何段でっていうのがいいっていう方は本とか他の動画を出してる方のものを見てくださったらいいかと思います。で、大体で、あ、こういう感じで編むんやなっていうのが分かれば編めそうっていう、編み図が読めない方でも編める感じで、私の目標として自分みたいに編み図が読めない人でも、こういう大物でも靴下とかの小物とかでも編めるようになる、なれる動画を、わかりやすいのを出したいっていうのが今の目標なので、それに向けて頑張っていきたいなと思っておりますので、まだセーター編んだことないなとか、編み図読めへんけど私もセーターいつか編んでみたいなって思う方は、自分がセーターを編みたいって思った時に、あ、そういえばマロ出してたなぐらいの感じで見てもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。で、前回夏にカゴメ編みのサマーセーターの時に自分の服からどうやってサイズを、同じようにサイズをするのかっていうのの説明とかはしてあるので、やり方としてはそこは一緒なので、セーターを作るときはまずそちらの説明動画を見ていただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。で、次回使う糸は今回と同じくアトリエトワインさんで購入させていただいたアンシュルという糸でセーターを作っていきたいと思います。で、あと8号の棒針を使って編んでいきたいと思いますので、同じ糸で準備したいなっていう方はアンシュルさんで購入していただけたらなと思います。でも違う糸でも全然ゲージさえ取ってもらえれば編めるので、全然糸が違っても気にすることはないのでご安心ください。それでは次はね、実際に編んでみる動画から、実際に編んでみる動画からやってみたいなと思います。
それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。高評価、チャンネルボタンを押していただけるとすごくすごく励みになりますので、皆さんよかったら高評価ボタン押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。